はい、どうも、熊さんです。今日のニュースはこれ、なんとですね、毎日新聞によればですね、この毎日新聞のそのアンケートによればですね、全立候補者を対象にした、憲法改正アンケートでですね、当選者分、つまり今回の衆院選にですね、当選をした議員さんたちのですね、アンケートを分析したところ、なんと憲法改正に賛成と答えたですね、議員さんは 77%、77% を超えました。来ましたよ、これ 66%、3分の2の 66% よりもですね、圧倒的に多いですね、数でですね、これ国会議員さんがですね、憲法改正しようじゃないかという話になっているというニュースでございます。この報じてくれたのはですね、大金さんですね。これね、この憲法改正のですね、日本の憲法が変わるぞということに関してですね、注目をしているのは日本人よりもどっちかの海外のメディア、特に中国関係の、ね、メディアに関してはですね、もうめちゃくちゃ注目してます。すごいんですよ。でこれね、こういう声が大きくなってくるのは当たり前だと思っていて、そんなね、この声を上げてですね、受けてですね、これ岸防衛大臣もですね、勢いを増しています。これ岸防衛大臣、衆院選の結果を受けて敵基地攻撃能力の議論を進めようじゃないかということをですね、はっきり今日言ってくれました。おとといぐらいはっきり言ってくれました。こんな当たり前のことですよ、こんなのね。だって今回自民党はですね、敵基地攻撃能力を持ちようじゃないかということはね、主張していました。そして防衛費 GDP 比ですね、 2%、 今は 1% 以下でございますよ。でこれをね、2倍にしようじゃないかということもはっきり選挙前に言っていたわけですからね。これを公約にしてですね、今回選挙勝ったわけですから、そらもうね憲法改正も含めてですね、防衛費2倍、敵基地攻撃能力の保有、こんな声がね、大きくなるのは当たり前なんで、もう早く進めて。でね、この声当たり前、大きくなるのは当たり前なんですよ、これ。これ見ました？これ今日の記事だよ。中国2030年、あと10年足らずでですね、核弾頭1000発保有するぞと。これアメリカの国防総省が報告書を上げてきまして、もう大変な事態になってます。大変なことなんだ。今のね、これ核の保有状況なんだけど、これね、トータルニュースワールドさんがですね、長崎大学のね、資料をね、これ共有してくれてるんだけども、トータルニュースワールドさんは本当にいい観点でこう記事を書いてくれますな。今ですね、世界の核弾頭保有能力一覧で中国はですね、今第3位なんだよね。で、1位と2位はですね、それぞれロシアの6200発、そしてアメリカのですね、5500発。まあ、これがですね、軍備配置されてるかどうかっていうのはまた別の話なんだけど、とりあえず全部の数としてはそんな感じなんですよ。そして第3位がですね、中国の350発。ね、まあ、ね、見劣りをするでしょ。それに続くのはですね、フランスとかイギリスの200発ぐらいですね。で、パキスタン、インドがですね、100発ずつ持っていて、なんと北朝鮮がですね、40発すでに保有しているというですね、恐ろしいお話になってますよ。うん、で、このね、350発っていうのはね、これ第3位で、アメリカ、ロシアにかなり引き離されているんだけれども、この第3位のですね、中国がぐんぐん核の保有率をですね、伸ばそうとしています。まあ、あと10年で1000発を超えるという形なので、これね、ロシアと中国は手を組んだらですね、もうアメリカですらかなわないという状況になってきてるんですよ。で、ここにね、なんと北朝鮮も入りかけておりますから、この3カ国だけでですね、もう7000発とか8000発とか、もうそろそろ1万発に届いてしまうという状況です。これをですね、アメリカだけに任せておくことはできますかね。フランスとかですね、イギリスもですね、これね、核の保有数をですね、増やしたいんだろうけれども、まあいろいろあってなかなか増やせないとね。西側諸国はですね、もうバカ正直にですね、核の保有は減らした方が地球の平和になるよねということをやっぱり言ってしまいますからね、なかなか増やせないんだよ。で、その間隙を縫ってですね、中ロが異常に増やしている、そして北朝鮮もそれに追随しているということで、これね、世界のパワーバランスが変わり始めてるんだよ。もうアメリカだけではですね、抑えきれなくなってんだよ。だからそのうちね、日本も核を保有するべきではないかという議論ね、俺なっていいと思うよ。つかならないとまずいと思うんだけど、いや本当にね、こんな状況なんですよね。それはね、この中ロのこの動きを見たですね、岸さんがこういうことをですね、主張し始めるのは当たり前のことなんですよ。で、それだけではございません。今一番危ないところはどこでしょう？台湾海峡でございます。はい。もう台湾がですね、中国に侵略される可能性がどんどん高まってきていると。もう、正直5年以内ぐらいにはですね、中国軍、もう具体的に動いてくるぞとね、北京オリンピックが終わった途端にですね、動いてくるなんていう話もあってですね、台湾今もう戦々恐々状態です。そしてね、これね、俺ツイッターで取り上げたんだけれども、これね、日本もさ、この台湾の声に応えようぜ。なんとね、これ台湾がですね、日本が出兵協力してくれるはずだと。わかります？中国が台湾に武力攻撃をした際にですね、日本が出兵をして台湾貿易に協力をしてくれるはずだって答えてくれてる人がですね、なんと 58% もいるんですよ。でもね、今の憲法か、今の自衛隊法の中ではですね、自衛隊を台湾海峡に持っていけない可能性の方が圧倒的に高いんですよ。高いのよ。だからこの台湾がですね、助けてっていうこの声にですね、答えられない可能性めっちゃあるんですよ。でね、このね、台湾がですね、日本がですね、きっと助けてくれるはずだっていうこの思い、この 58% のこの思い、この思いでね、これね、日本がですね、もし中国に攻められたら、きっとアメリカが助けてきてくれるはずっていう思いと、パーセンテージ的によく似てるんですよ。よう似てるんだよ、本当に。わかる？これ。ね、日本人がさ、アメリカに助けてっていう思いって切実じゃないですか。ね、なんならアメリカが助けに来てくれるはずだから、日本は大丈夫って思い込んでるとこあるでしょ。でも助けに来てくれるかどうかわからんのだよ。ね、ね。
ね、こんなさ無責任な思いをさアメリカにしている暇があったらですね、我々もですね自衛隊をですねフルパワーでこう動かせるようにしてですね、ね、この台湾が有事の時にはですね本当に助けに行けるっていう状況を整えなきゃいけないんじゃないの。だってね、台湾にもしものことがあったら次日本なんだぜ。ね、まだ香港がですねまだ平和だった頃っていうのは台湾がですね侵略されることなんかありえないなんて言っていたですねアホなオパヨの指揮者いっぱいいましたよね。いっぱいいたよね。今どうですか。そんなこと言ってるやつ一人もいないだろね。むしろマスコミはですね、こういうね、台湾を契機にしてですね、日本で国防論が高まってですね、それが憲法改正に及んでですね、自衛隊が軍隊になってですね、そしてね、防衛費が2倍になってですね、ね、敵基地攻撃能力まで持ってしまう。ということをですね、なぜかわからんが恐れているんだよ。なんでそれに恐れるの？お前ら中国人がこの野郎と。いや、本当にね、だからですね、そこにまで至ってしまうのは怖いから、この台湾有事っていうのをですね、マスコミとかね、テレビ大きく書かないでしょ？書かないんだよ。あいつら最低でしょ？台湾もう今戦々恐々なんだぜ。これ見たらわかるでしょ？日本が助けに来てくれると思うかって言ったら、はいって答えるしかもう6割くらいいるんですよ。その事態をですね、日本人で分かってないでしょ。どうすんのよ、それ。ね、他国がこんなに期待をしているのに、多くの日本人はですね、その事態を全く分かってないと、え、何それって。台湾旅行行ってですね、我々がね、日本人助けてくれよって言われて、はぁ？何の話それって言ったらですね、はぁ、ダメだ俺たちダメだって台湾パニックになるぜ、本当に。こんな状況なんですよ。で、台湾だけではなくてですね、これ、台湾、これも台湾か。台湾軍がですね、これ、グアム極秘訓練で、アメリカと台湾連携を進化させているという、これね、台湾の国防大臣もですね、この間認めたということで僕動画作ったんだけれども、ね、これに関してはですね、多分中国も待っているわけにはいかず、軍事行動の可能性あるぞと、うん、もう実際もう中国ですね、今台湾にガンガンこう飛行機飛ばしてきてですね、延べ1000機とかいう話も出てきてるんだろうけれども、こんな感じでね、台湾がですね、なんで国防大臣がですね、こういう報道を認めたのか。だってこっそりやってればいいじゃない。ね、こうやって、ね、中国がはーってなるような話題をですね、世界中に振りまいて、あ、台湾海峡大変なんだなっていう状況を作ればですね、中国も簡単に台湾侵攻してこれないんですよ。その状況を一生懸命作るために、もう命がけ、ど必死です。もう、自分たちの命が危ないだけではなくて、国がなくなるかもしれないっていうですね、状況になってるんですよ、今。だからですね、この台湾の行動というのは非常に正しいと思います。そしてアメリカもちゃんと動いています。で、アメリカね、今回ね、これね、この核ミサイルの格納庫群の建設にですね、大きな進展があったということで、アメリカの報告書がですね、これ上げてくれてるんだけど、さっき言うのこの記事と結びつくんですよ。この記事ね、中国はですね、2030年までに核弾頭を1000発保有するぞと。じゃあどこに保有するんだ？それがこれなんですよ。ね、核をガンガン作る計画があるからこそ、中国っていうのはこの核ミサイルのですね、格納庫群の建設、ね、核ミサイルを格納するですね、施設をですね、ガンガン建ててるんですよ。ガンガン立ってんだよ。ほんとね、やばいんですよ。で、これを見たですね、こう中国議員がですね、アメリカの議員がですね、上院議員がですね、台湾の防衛能力を強化する法案も提出をすると。ね。これね、なんか不思議なんだけれども、遠い国にあるアメリカがですね、台湾防衛にですね、危機感を抱いているにもかかわらず、日本何やってるんだと、日本の高市さんとか岸さんとかがですね、声を上げているだけなんですよ。そんな状況許されます？でね、これね、俺前からですね、ヤフコメとかですね、コメントに意見をしている一般人の方がよっぽど賢いわと。ね、テレビの、コメンテーターなんかうんこであると僕ずっと言ってきたんだけど、これね、そのコメントをですね、ちょっと先に読ませてもらっていいですか、この記事の前にね。うん、読みたい記事はね、このね、憲法改正をするべきだっていう答えた議員がですね、7割を占めたっていうですね、77% からほぼ8割、ほぼ8割になったと、さあ憲法改正待ったなしっていうこの記事を読みたいんだけど、その前にですね、この一般人の方が書いてくださってる、これコメント、これね、今の日本に必要な情報が全部詰め込まれてる。全部詰め込まれてる。本当に。もうそこら辺のマスコミのテレビを見るよりもよっぽど役に立つと思ったんで、これ読んでいきたいと思う。本当、今の日本にね、必要なこと全部書いてくれてるから。もうね、あんたみたいな人が YouTube やりゃいいんだよ、本当に。あんたやれよ、本当。あんた YouTube やってんだよ。俺 YouTube これでこの意見を書いてた人間で YouTube 始め直したって言ったら、俺もうガンガン応援するから。頼むよ。うん、高市さん、岸さん、頼みます。はい。やはり今回の衆院選は外交防衛のあり方を問う選挙だった。その通りでございます。うん。習近平の横暴極まりない。覇権主義的領土拡大行動への危機感、日本政府の弱腰どう測るよ、その弱腰度を測るようなですね、プーチン政権のですね、度重なる領空侵犯、いや、あるんだよ、中国のことばっかり言ってるけれども、ロシアもかなり日本来てるんだよ。だってそもそもですね、今回日本のね、本州周辺をぐるっと回ったあの危険行動、あれは中国だけじゃなくて中国とロシア艦隊がやったんだからね。これ許しちゃいけないんですよ。はい。習近平と共謀した衆院選空白を狙った津軽海峡の挑発航行、ロシア帝国、旧ソ連時代の南下政策は、令和の今でも続いているんだと。はい。日本はですね、地球上で最も周辺国に恵まれない国、最悪レベルに入る。いや、これね、ほんとそうなんですよ。これ、マスコミが全然言わんからわからんけれども、これね、ほんとね、地球上で最も周辺国に恵まれていない国、日本なんだよ、ほんと。だって、真横に中国があるんだから。で、しかもその下に北朝鮮あるんだから。
危なくてしょうがねえの。真上にはロシアがあるでしょ。日本は危ねえ、危ねえ。要はまあこんな日本でですね、自国の軍隊持たずに自衛隊だけでなんとかやっとるわ、ほんと。危ないんだから、ほんとに。防衛費はですね、GDP2% を超えても、中国、ロシア、北朝鮮が相手なら、何も問題はないと。枝野幸男は、もし政権が取れたら、日本学術会議から罷免をされた、極左の学者たちをですね、6人を戻すと断言していた。防衛技術の研究開発など許されないと、日本のですね、防衛力のですね、化石化を良しとするですね、極楽トンボ学者たちの復帰をですね、枝野は宣言していたんだと。ね、周辺国から、超音速ミサイル、核ミサイルが日本に着弾をしたら、初めて自衛隊は戦ってもいいというですね、もう異常なことを言ってますよね、これね。極超音速ミサイルにですね、核をね、搭載することができる技術をもう中国持ってますからね。これが着弾したらですね、やっと自衛隊は戦ってもいいよっていうようなことを言ってたのがですね、この立憲共産党なんですよ。それは選挙落ちるような当たり前でございます。うん。その立憲共産党が、国民から選択をされなかったのが、されなかったのが今回の衆院選であると。国民はね、本当に賢いよ。国民は見事でございますよ、今回のこの選んだね。ね。で、そんな国民をですね、愚かだと言ってた奴がいましたね。誰だっけ こいつか。前川喜平。はい。なんだっけ、ガールズバー。ガールズバーでですね、女の子とニョホニョホしながらね、お酒を飲んでいてですね、それを問われたらですね、貧困調査だって言ってですね、アホかーって国民声が上げてですね、これね、その、情報がバレてですね、恥ずかしくて辞任をしたですね、前川喜平がですね、なんと政治家には言えないから僕が言うが、日本の有権者、つまり我々のことですよ、日本の有権者はかなり愚かだ。お偉い、お前の方が愚かだ、このエロジジイがこの野郎ということを言っているわけですけどもね、やっぱりね、今回の本当の有識者はですね、今回ね、立憲共産党を選ばなかった日本国民というのは非常に賢いということを言ってくれてます。その通りだと思います。中ロ、そして北朝鮮は連携をして日本を攻撃する可能性が大である。有事勃発時、超音速核ミサイルは同時多発的に、東京と主要都市に飛んでくるだろう。憲法改正待ったなしだ。もう本当おっしゃる通りでございます。はい、これを受けてですね、今回ですね、海外のマスコミであるですね、大企業さんいっぱい、今回の衆院選、そしてこの衆院選のこの結果を受けてですね、日本の国防をどういうふうに高めていった方がいいのかっていうね、ナイスアドバイスをしてくれてますからね、この記事を読んで終わりにしたいと思います。いきますよ。共産主義が加わる政権を望まない。はい。日本の民意が示される衆院選の結果、もう見事だったよね、今回ね。はい。政権選択選挙であるですね、衆院総選挙、はい。自由民主主義か、共産主義が入ってくる政権か、もう本当そうだったよね。保守派の候補者や言論人は、今回の衆院選挙期間中、最大野党の立憲民主党と共産党によるですね、閣外協力について警告を発し続けてきました。本当そうだったよね。百田さんとかですね、有本さん一生懸命危ないぞ危ないぞと言ってくれてたよね。この声に見事に今回答えたよ、国民が。見事だよ、本当に。31日の選挙結果では、自民党が絶対安定多数の261議席を獲得しました。立憲民主党は100にも届かず96。はい。共産党は2議席減の10議席。はい。共産主義がですね、加わる政権を望まない日本の民意が見事に示されました。はい。岸田文雄首相はですね、1日の記者会見で選挙結果について述べています。自公政権の安定を支持すると、答えを得た選挙、身が引き締まる思いであると、責任政党として国民の負託に応えると語った。頼むぞ岸田さん。政権発足から組閣、総選挙までスピード感を示した。今回はですね、このスピードを政策実行で生かしていきたいと意気込みを語って、年内の補正予算成立を明言したと。これでここですね、多分国防費がですね、11億円くらいになる、11兆円だ、111兆円くらいになると思いますよ。これ期待しようね。それしなかったら俺攻めるよ、本当に。許さんよ。うん。でですね、衆院選では、立憲民主、共産、社民など、野党5党をですね、全国289ある小選挙区の4分の3にあると当たる、213の選挙区でですね、候補者を、一本化するという共闘を実践しました。しかし、勝率3割を下回る惨敗を喫しました。どこかのアホがですね、一郎の打率くらいはあると思うとか言ってましたけど、勝率実は3割を下回っております。はい。立憲民主党のですね、枝野幸男代表は3日、辞任する意向を明らかにした。いや、そのまま残ってもいいんだけどな、このまま立憲共産党がですね、社会党のように消滅していく様をですね、私見たいんだけどね。うん。野党がですね、目指した連合政権実現するとは、ちょっとコーヒー飲んでもいいかな、喉がやべえ。はい。ああ、興奮するな、俺。興奮するな。最大野党のですね、立憲民主党と閣外協力を掲げた日本共産党の連立について、日本の政治史上初めてとなるですね、共産党の政権参加が懸念されていました。今回の選挙、ほんと危なかったんだからね、もう。うん。で、閣外協力とは、連立政権形式の一つと、内閣にはですね、閣僚を出さず、政策協定をですね、締結し、連合政権に参加をすることを言うと、懸念の理由は日本共産党が公安調査庁によるですね、破防法に基づく、
監査対象団体であるためであると。日本共産党は1951年にですね、10月のですね、日本共産党第5回、全国協議会で採択をされた51年綱領で、日本の解放と民主的変革を平和の手段によって達成しうると考えるのでは間違いだとするですね、暴力革命論を掲げました。やばいね。中国共産党のようですね。しかしですね、その後、暴力事件や騒乱により民意を失って手法を変えました。そこで採用したのがですね、革命の形態が平和的になるか、平和的になるかは敵の出方による、敵っていうのは国民のことですからね、と、するゆえ、いわゆるですね、敵の出方論でございます。ところがですね、これもですね、結果的にはですね、暴力革命の可能性を否定していない、この見解はですね、政府、警察も一致しています。ほんとあんな危険な組織に投票するやつ、ようおるわ、もう信じられないよね。で、共産党とのですね、協力はですね、乗っ取りの始まりとの見方がありますと、評論家の桜井よし子さんはですね、10月28日の、週刊新潮の連載記事でですね、以前共産党が社民党に仕掛けた内部からの撹乱工作を前例にして警鐘を鳴らしました。立憲とですね、共産党が事実上一体化となる今回の選挙協力は、立憲が共産党に飲み込まれる第一歩になるのではないかとしたためであると。はい、そうですよね。共産党とですね、社会党がですね、一時の協力をしてた時期ってあったんだけども、で社民党崩壊しましょうね。だから俺ね、今回ね、ガチでね、立憲民主党崩壊すると思います。というかね、もう崩壊させた方がいいよ。日本共産党と手を組むことをですね、良しとしたような政党なんて、誰が支援するの？支援するやつアホだぜ、本当に。はい。日本のですね、安全保障問題を注視する有権者。はい。これも大事なことだよね。選挙期間中ですね、中国とロシアの海軍艦艇が共同してですね、日本周辺海域をめぐるシー活動をですね、行って、北朝鮮が潜水艦型ミサイルを発射するなど、この危機が発生しました。これね、本当に危ない状況だったんだからね。日本の防衛に影響をもたらす台湾海峡の緊張はますます高まっていて、有権者はおのずと各政党の安全保障、外交政策に注視をしました。こうした状況においても日本共産党は、日本のですね、安全保障の要となるですね、日米同盟のこの廃止の堅持をし続けました。もうこんな後日本共産党なんかなんで応援するの？頭おかしいの？大阪でですね、応援演説を行った安倍晋三元首相はですね、共産党参加のですね、政権が誕生してしまえば、日米同盟は終わってしまうと聴衆に呼びかけました。本当に危なかったですね。安倍さんありがとう。はい。一方ですね、日本共産党は、今後もですね、野党共闘を続ける意向であると、はい。立憲共産党をですね、立憲民主党をですね、飲み込んでやるって、この意気込みを感じますよね、この C さんね。C 和夫委員長は1日、選挙結果を受けてですね、記者会見で他の野党の協力について一定の効果を収めたとも述べ、今後もですね、共通政策、政権協力の大義を挙げて共闘する意向であると明らかにしました。野党4党の共通政策にはですね、コロナ禍に乗じた憲法改悪に反対、はい、辺野古新基地建設は中止など、日本の防衛に明らかにマイナスであろうですね、この要因をもたらす内容が含まれております。はい、こんな野党応援しちゃダメよ、本当ね。2日の朝ですね、COP26 にですね、出席をするため、イギリスに出発をした岸田首相は、選挙後の記者会見で、外交安全保障は首脳外交を積極的に展開すると述べたと。そしてですね、防衛政策となるですね、国家安全保障戦略等のですね、改定に向けて、ミサイル防衛力、AI などの先端技術、宇宙、サイバーなどの新たな課題にスピード感を持って対応するとした。あ、これ本当頼みますよ。すべてはね、これね、憲法をうまいこと改正しないとね、もう本当にね、憲法9条がめっちゃ障壁になってんのよ。だから、まずはですね、もうできれば年内、少なくとも来年、憲法をがっつり改正しませんか？頼むよ。はい。憲法改正への可能性、いくよ。今回ですね、日本維新の会がですね、41議席の獲得の、第三政党に躍進をしたことで、憲法改正の発議に必要な国会での3分の2、やっぱり311人ですね、310人だ。以上を超える可能性が高まりました。これ、俺いけると思いますよ。維新の会はですね、割と経済的に中国べったりだから、注意をしなければならないんだけれども、憲法を改正してくれる勢力としてはですね、極めて好ましいよね。うん。でも油断はしちゃいけないけどね。はい。維新の会はですね、70年前に施行されて以来ですね、一言一句の改正も行われていないですね、この異常な現行憲法をですね、時代の変化に合わせて我が国が抱える具体的問題を解決するために改正すると前向きであると、うん、この考え方としては非常に正しいと思います。はい。そしてここだよ。毎日新聞によれば、全立候補者を対象にした憲法改正アンケートで当選者分のみを分析したところね、憲法改正に賛成と答えた当選者、つまり当選した国会議員はなんと77
7% だったと伝えたというお話でございますということですね。これね、もう憲法改正待ったなしで俺はいいと思いますよ。ね、もう憲法改正すればですね、あの防衛大臣の岸さんもですね、いろんなことがやりやすくなります。うん、で、そもそもですね、今回自民党のはですね、この衆院選でですね、憲法改正を掲げておりました。ね、防衛費を2倍にするぞということも掲げておりました。敵基地攻撃能力の保有というのもですね、高市さんさっきりおっしゃっておられました。うん、このね、掲げた公約をですね、達成するだけでございますからね、これに関してですね、あの立憲共産党がですね、またね、わー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 言ってきたらですね、それは民意を害するものでございますから、もう国賊、反逆者でございますからね、これ間違いないでございますよ。だからですね、自民党、今回も自信を持っていけ、憲法返しまえ、ね、防衛費2倍にしてしまえ、もう早くしないと間に合わないんだからということで、熊さんの動画を終わりたいと思います。バイバイ。